2月7日月曜日7時22分これからバスで帰るんですけど、サントニーニョまで、サントニーニョじゃないマゼランクロスまでちょっと来ちゃいましたから、シティホールですね、ここは。朝からなんか音楽かかってますね。ガバメント、なんだろうこれ。マゼランクロスに来ました、またまたまた。向こう側に消防自動車とおまわりさんがの車があります。逆光でちょっと分かりづらいですけどね。マゼランクロスに来ました。マヨンブンタギカンコハポンバ。もう今年何度も来てますからね、なんかもう飽きちゃったってことになっちゃいますけどね。片手で運転だから、片手だからあんまり。空が真っ青ですよね。まだ教会には入れませんね、まだやってないね教会。あー、この前餌あげた猫がいる、イリンバ。ふーい、お前らこれだよ、尻尾の長い、尻尾の長いやつ。ほらほら、入り口が違うんかな、これ。こっちですね、入り口は。普通のゲートは閉まってました。こっちですね、普通のゲート。ここは書いてないね、バクシンカードってね。いやー、マゼランクロス、一応また撮ろう。全然ダメだこれ、逆光、逆光だから移動します。ここで撮れるかな。ダメだ、真っ暗だ。真っ暗。真っ暗ですね。またちょっと移動してみます。撮れるかな、ここから撮れるから。なんとか撮れますね、これ。天井の壁画、前にもここに来ましたけどね、今年何回も。1981年9月27日頃ここに来たんですよ。エメラルドツアーっていう、日本からね、セブ旅行4泊5日で来た時ここに来ました。1981年9月に来たんですよ。今日は2022年2月7日ここはダメだ、テントが張ってて見えない。テントがある。ここがシティホールね。確か向こうの通り行くとね、
バスが来ますから向こうで待ってます。お家のそばまで行けますから10分くらいでね、ここから9ペソで帰れますからね。9ペソタクシーで行ったら150ペソぐらい日中取られちゃいますよ。こっちだと片道9ペソ、タクシーだと150ペソ、100ペソ以上は取られちゃいますよね。はい、じゃあこれで今日はここのマゼランクロスおしまい。あとはバス、あ、バスが来たかな、かなかな、 17D 違うの、うちは 17C か 62B ですからね。今来るはずですよ、ここで待ってれば。おーい、